藤田の電磁石コントローラーの特徴をご説明します。まずは一般的な整流器を使用した場合です。電磁石の電源をオン、発生した磁気により鉄板を吸着します。しかし電源をオフしても残留磁気によって鉄板が離れません。このことが電磁石を使用する際の大きな問題となっています。それでは残留磁気を測ってみましょう。このように磁気が残っています。次に藤田の電磁石コントローラーを使用した場合をご覧ください。吸着信号をオンし鉄板を吸着させます。そして吸着信号をオフし離脱。藤田の電磁石コントローラーでは離脱時間は 0.2 秒と高速で安定した離脱が可能になります。先ほどと同様残留磁気を測ってみましょう。藤田の電磁石コントローラーは離脱後の残留磁気を驚くほど低減することが可能です。藤田の電磁石コントローラーは難しかった薄板の1枚吸着搬送も可能です。このように最大の吸着力で吸着した場合、磁気が下に抜けていくため3枚すべてを吸着してしまいます。藤田の電磁石コントローラーは磁力の設定を最大15種類記憶することができ、あらかじめ記憶してある2のパターンに切り替えます。このように1枚だけの吸着が可能です。しかしこのままでは弱いため、途中から強い磁力に切り替えることが可能になっております。藤田の電磁石コントローラーは吸着の強さを最大3段階設定することができるため、このように1枚、2枚、3枚ときめ細かい制御が可能になります。藤田の電磁石コントローラーの最大の特徴は高速で安定した離脱が可能、離脱後のワーク残留磁気が少ない、自由な磁力設定が可能、少量多品種ラインでも対応できるよう15種類の磁力設定が記憶できます。藤田では多種多様なケースに対応できるよう6タイプの電磁石をご用意しております。藤田オリジナルの針千本型電磁石。針千本型電磁石の特徴は何といってもその柔軟性。吸着部分がワークの形状に合わせ稼働するため、あらゆる形状に対応できます。また吸着と同時に磁力により吸着部分が固定されるため、吸着したワークの姿勢を崩さず搬送することが可能です。最もスタンダードなタイプの丸型・角型電磁石は小型で強力な吸着力を発揮します。自動化設備で多種多様な場面でご使用いただけます。棒型電磁石はランダムワークの1個取り出しに最適です。点接触ですが強い吸着力を発揮します。馬蹄型電磁石はサイズが豊富で、パイプやシャフト材の搬送、リング材や鋼板の搬送など多種多様な場面でご使用いただけます。最後に中空型電磁石。中空型電磁石はリング形状のワークなどの搬送に最適です。薄型設計ですので小型プレス管の搬送にもご使用いただけます。藤田は標準サイズの電磁石の他に仕様に合わせた特注品の設計製作も得意としております。電磁石搬送は藤田にお任せください。